対決サクサクセス実況54回目の今回戦う選手はレジェンド選手であり現巨人の監督でもある高橋由伸と対決大。ご存知の方も多いと思います。10月3日この高橋由伸なんと巨人の監督を辞任することを表明したんですよね。いやー巨人ファンの私ピーマンは非常に驚きです。高橋由伸の監督での通算成績っていうのを振り返っていくと、まあこの3年間リーグ優勝は一度もないわけですよね。ただリーグ優勝がないのは広島が黄金時代到来中で強すぎるからっていうのがね一番の問題なんですよね。巨人が弱いというわけではないんですよ。まあにしても直接対決で敗れすぎな部分はあるけどもね、でまたね B クラスに転落したシーズンもありますけど、これもまあちょっと戦力的に揃ってなかったシーズンですからね。別に監督がひどいから優勝を逃しているこのような結果になっているっていうわけでは、まあ、巨人ファンのピーマン的にはそうじゃないとは思うんですけども、まあこういうね決断を下したわけですから、まあ一言、まだシーズンは終わってないし CS もありますけどもね、これまで監督をしていただき本当にありがとうございました、お疲れ様でしたということをですね、伝えたいと思います。今回の対決サクサクセスでは選手としての高橋由伸と対決していきます。まあ選手としては誰もが認めるレジェンド選手だということはね成績を見たらわかるでしょう。またね引退したのは2015年シーズンなんですけど、その2015年もねめちゃくちゃ優秀な成績を残してるわけなんですよね。だから現役を続ける意思があるのなら2016、17、18今も現役だったかもしれないね。なんなら来年選手として復帰してみてはどう。巨人ファンとしては強く熱望しますけどね。でパープルでの能力っていうのはこのようになってます。全盛期基準で作られてるためまあ強い、当たり前か、僕は非常に好きな選手でした。特に1番高橋由伸っていうのがね本当に魅力的で、ですから今回対決サクサクセスでペナントで回す際もですね攻撃的な1番バッターとして互いの選手を回していくわけなので、その中でこの高橋由伸以上の成績を残せる選手っていうのを今回の動画で作っていくぜ。イエーイ。今回作る選手の球団設定は巨人で、持ち込みアイテムはね全ての能力をさ高く作らないとダメなので、ここはちょっとおハゲの力を借りましょう。大丈夫博士登場カードと改造手術成功カード、定番のこの2枚で作ろう。レッツ対決サクサクセス、ステージ11やらねばね。初期能力こんな感じっす。でステージ1ではいきなり宝箱あるっす、弾道パネルあるっす、最高っす、全部踏んで強くなるっすちゅう話っすね。宝箱の中身は総力超人伝、まずは打力を上げていただきたかったけどね。また野球超人伝とかああいうものも入ってたら最高だね。マギーは流し打ちをくれましたね、ありがたやありがたや。でアイテム、おい神竜カード持ってるとちょっぴりいいことがあるんでね、そのちょっぴりいいことに期待。怒ってくれないと怒っちゃうぞ。で守備力強化カード、次から次へとカードが手に入る、それはいいことだけどね。ステージ1最後パワーパネル組んでこれで終了、次次次次に行こう。ステージ2カモン。ここでは選手は2人、橋本と大城、どうしようかな。まず大城会いに行こうかな。大した特殊能力は持ってないと思うけどね2人とも。守備力7、でもまた、おいおいおい、カードすでに何枚よこれ、5枚ですか。いや、いいですね。ただカード持っておくだけでもプラスなんですけど、よく持っておくとですね、例えばこのハテナパネルでね、カードを落とすイベントとかたまにあるんですけど、これだけ持ってたらね、いろいろ保険が効きますから、博士登場カードだったり、そういうものを落とす率っていうのが少なくなるんでね、その点に関しては非常に助かりますよ。体力もダダ余りじゃないですか。おいおいおい。まだまだ楽しみてえぞ。終わりじゃねえぞ。おいおいおい。いやー、ほんでこれ踏んで。これで終了ですね。総力は D。総力の選手ではないからね、足はあった方がいいけど、まずは打力ですから、そこで勝たんと。お次、ステージ3。選手1人。出てくる選手が少ないな。俺の作った選手だしね。全然巨人の選手が出てこねえ。俺のこと嫌いなの？俺は巨人のこと愛してるよ。おい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 、おい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 、おい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 、ここは楽園ですか？はい、そうです。楽園です、メンバー。近いね。パワー超人伝、イエス、いき、めちゃくちゃパワーアップっすよ、これ。最高っす。ただ、こういう流れでいつもあいつはやってくるからね。そこだけだね。プレッシャーラン、まあ、いらないものではないですけどもね。で、どうしようかな。こっちから行こうかな。落とすなよ。何？ミートと補給が入れ替わった。いやー、ミートが F の29になり、補給が39。10の差が生まれたからね。これ、ちょっとミート上げねえとまずいな。いろいろやるべきことが多くなったぞ。
それ以外の能力に関しては上げれていってるんだけどね。さあこのステージもこれで終了。いや順調そのものですよ。この上博士の手術受けたら成功が決まってるんだからね。カードを落とさなければ大事なんで言っとくよ。だからねステージ4はねほぼほぼスルーというかあまりハテナパネルを踏まないように避けて進んだ方が良さそうだ。選手は誰だこれ、重信ともう一人立岡なんど、なんかどっちもさネームバリュー的になんかちょっと物足りないんですよね。肩力超人ね、肩はあるな、それは分かった、それあるのは知ってる。赤パネルに囲まれたぞ。おいよいしょ、ミートパネル組んで、いやーほら邪魔者が来た。うわー直線上か、いやもうこれすぐさまゴール行った方がいいっすね、安全っすね。これ選手はこっち、うわーやばい、彼に録音だ。あかんあかんあかん、全力で逃げます、全力で逃げます。警報が今鳴り響いてるから、やばいやばい。おにぎりパネル踏んでこれで終了っすね。姿を変えたとこ悪いがお前には合わん、逃げる。さあ最終ステージ、博士が出てくるのも間違いないし手術も成功ですからね。まずは即博士に会いに行くことですよ、うん、どこ博士、うわー遠、うん、まあ、遠くもないけども、もちろん会いに行きます。逃げないで逃げないで、これ怖いのは博士に会いに行く道中でなんか余計なことが起こったりするからね。例えばカレンが近くに降りてきたり、カルチバリっすね、いいねいいねいいね。でまずカレン、博士ハメですね。で手術は成功するので能力爆上げ、それは間違いないんですが、それだけで終わりじゃないでしょ。はいはいはい、能力上がる、それは分かっている。で近くにカレンがいますからね、これカレンはめるチャンスというかはめていかなきゃ、はめてあげるのが義務でしょこの場合ね。え、パワーと肩力が入れ替わるが逆に良かった、プラス2上がりましたからね。 OK、 おえい、無地パネルが輝き出す、金縛りは解けたが大丈夫。はい、カレンはめ成功で邪魔するものは何もない、上にパネルたくさんあります。焼き馬も出てきてないからね、焼き馬の力も借りていける。おいおい、ここは天国ですか。天国なんです、間違いねえ、夢にまで見た天国だよ。あ、どうしよう、下のおにぎりパネル踏めばよかったな。いや踏みに行こうかな一回ね。はい、焼きマン登場、どこ、わあちょっとこれは遠いな、シャッフルパネルでも踏まんと多分会いに行けないでしょ。2号はすぐ帰るからね。いやでもこっち来てるかな、あ来てるね、急に気分が悪くなる、え、なんで、いやちょっと逃げないでほしいけどね。あーダメだ、あっち戻っていった、この選手が邪魔だった。寺内引退表明したけどね、引退じゃねえよ、戦力外だかも。いや、なんでそこで止まんねん、いや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 、これちょっとチャレンジできないでしょ、変にね。逃げられたら、ただ体力下がるだけだしね。どうしよう。あ、まあ、でも会えたら最高だし。よーし、止まってくれた。まあ、体力は下がりますけどね、赤パネル組むんで。クレバーになった。よし、これで体力も回復、能力もアップ。やばいね、これ。体力7ダウンは痛いけどね。うん。まあ、でももうやるべきことはさ、残るあと青パネル組んで、一回シャックル踏んで近くにまた出てこればいいがどうだ。あー近くに出てきたパネル踏んで、これで終わりで十分でしょうね。うわーめちゃくちゃ強い選手作れたよこれ。高橋由伸並か、いやそれ以上か、やばすぎるねこれはね。こんなんが1番からおるんやで、怖いチームだよ。ステータスは402ですね。特殊能力のなさが響いて、ちょっとステータス的にはそこまでの伸びはないですけども、ただ、この選手の魅力は能力、ミート、パワー、走力、肩力、すべてが B ですからね。で、その他守備力補給だって最低限以上はありますので、いや、めちゃくちゃ強いんじゃないっすか。高橋由伸の能力と比べても全然見劣りがしないというか、なんならこっちの方が上なような気がしますけどもね。かなりいい選手が出来上がったので、今回のレジェンド選手との対決、いい戦いになること間違いないでしょう。じゃあこれから互いの選手をペナントで回し対決していくからね。先ほども言った通り、今回ペナントで回す際はですね、打順1番ライト起用でいきたいと思います。よい、まずは僕の作った選手からペナントで回していこう。まあ、能力も能力なんでね、トリプルスリーも十分あり得るというか、なんなら40-40もあり得るというか、いろいろと期待したい部分がありますので、その期待に応えるバッティング活躍よろしくね。僕の作った選手、1年のシーズン開幕じゃい。
僕の選手の1年のシーズンが終了し、巨人はなんとリーグ優勝してますよ。これなら由伸監督が辞める必要性っていうのはないですよね。いや素晴らしいね。このリーグ優勝に僕の選手は大きく貢献したのか、そこが気になるところです。成績確認といきましょう。オープン、ダダダン。おーほほー、率は3割3分4厘収束しちまってるだ。ま、それは一旦置いといて、かなり高い打率ですね。チームトップの率を残すことができましたよ。その上139試合出場してますからね。マックスではないにしても多く出場してのこの率、首位打者も十分あり得るんじゃないでしょうか。ま、あのミート力ですから特別な驚きはないですね。で、574打数の192安打。二塁打も41本、パワーもミート力もあるから長打が多い。三塁打に関してはゼロですね。そして、本塁打、何本？27本。これでも十分、一番バッターが27本打つやつがいるチーム、当然優勝できる当たり前の話だよね。うん、30は届きませんでしたけど、27も十分な素晴らしい数だなと思いますよ。塁打数も314と多く、打点は72打点、得点圏では4割2分とチャンスに強いバッティング、得点も135得点多く絡んでますからね。まあこれは単純なね、出塁することも多いですし、また足も速いということもあってね、後ろも強力ですしね、それもあってこれだけの得点絡めてるんじゃないかなと。三振が91個、フォアボールが74個、デッドボール5つ、犠打・犠飛0、併殺が10、盗塁はたったの5個。積極盗塁の起用法がついとらんからね。足があっても全然できないの。出塁率は4割1分5厘で、長打率は5割4分7厘、そして OPS は9割6分2厘と、すごすぎない、高すぎない、やばすぎない、イエース。この能力に恥じない成績を残してくれましたね。これで特殊能力なんてついてたら、もっともっと竹本王になってたからね。守備に関してはエラーは3つで、守備率9割7分3ですから、まあ良くもなく悪くもなくって感じかな。これだけの打力があるから守備が多少クソでも関係ねえよ。それだけで元は取れてるんだよ。年間表彰式、首位打者期待ですよ。3割3分4厘ですからね、収束しちまってるんだからね。まずはベストナインから。取れてない、鈴木丸ゲレロ、うそー、あの成績で取れないベストナインってなんやねんちゅう話でしょ。かあ、おかしいだろ。だってゴールデングラブもないですからね。まさかの無冠ありえる。いや首位打者くらいは、いや首位打者取れてないっすよ。シーズン MVP 菅野で、首位打者平田、宮崎、鈴木の3人が首位打者取るっておかしくね。鈴木、宮崎、平田、3割4分7厘の打率を残しての3人首位打者ということになりましたね。僕の選手はまあだいぶ届いてないですけども、この3人がいなければ首位打者もあったのかもしれないね。それ以外の各指標ランキングで見ていってもね、トップな部分っていうのは一つもないんですよね。トップクラスではあるんですけど、何か一つ1位になって、何か一つタイトルを取ればですね、もっとですね、この成績の価値っていうのが高まったと思うんですけど、全体的にこのセリーグパリーグ含めて蛇行ですから、やっぱこの成績じゃなんか取るのは難しいんだよね。打率にしても、本塁打にしても、打点にしても、最多安打にしてもね、まあタイトルは何も取れずに終了ということになりました。続いて対戦相手の高橋由伸をペナントで回していきましょう。ね、いろんな打順を打った選手ですけども、僕が一番魅力を感じたのはこの1番バッター高橋由伸。まあいろんな人が感じたと思いますのでね、まあその中でリアルにね、マジでヤバい成績も残した選手ですから、おそらくこの能力、このペナントでもめちゃくちゃヤバい成績を残してくるでしょう。確認していきましょう。高橋由伸1年のシーズン開幕試合。1年のシーズンが終了。高橋由伸が1番バッターで率いる巨人はリーグ2位。優勝を逃しましたね。まずはチームの順位に差が出ましたよ。もしかしたら個人成績でも大きな差が出ているのかもしれない。成績確認といきましょう。成績オープン、ダダダン。わー、
すごい成績残してる。率から3割4分1厘。まずこの時点で打率は負けていますよね。嘘だろお前、高すぎるだろこれは。お前も収束しろよ由伸。3割3分4厘でよかったやんけ。そっちの方がネタになったわ。この上143試合ですからね、フルで出たことあんのかな。まずね、非常に怪我しがちな選手でしたから、そこに苦しんでましたもんね、現役時代というのは。フルで出ることが珍しいんですけど、フルで出た上の3割4分1厘という打率。また打数622打数で212安打。やばし、歴代3位の安打数ですね。2塁打は34本、3塁打は0本で、本塁打何本、27本。同じですね、ここも。発想高橋は30超えてくるかなと思ったんですが、27。僕の選手と全く同じで、塁打数は327塁打で、打点70打点で、得点圏打率は3割4分、得点130、多い、三振が100個。しかし打数が多いためね、率で見ると全然低いですね、で、フォアボールが66個、デッドボール7つと多いが、これで怪我せず143ゲームフル出場ですからね。ちょっとリアルな高橋と違ってかなり頑丈な選手ですね、このペナントではね。で、犠打0、犠飛1つ、併殺5で盗塁は9個。しかし率はちょっとダメですね、で、対左が3割並ぶとかなり打て、対右の3割2分8厘で、出塁率は4割0分9厘、長打率5割2分6厘で、OPS は9割3分5厘と。まあ、これまでの数字を確認してたら、当然このような数字になるのも納得ですね。そこに何の驚きもない。しかし、これだけの率を残してきたのは、ちょっと意外でしたけどね。ホームランが30超えて、率がまあ3割から2分くらいの間かな、で収まるかなと思ってたんですけど、率がぐんと上がって、本塁打がちょっと予想より下になってかったって感じですね。どっちしろ怪物なのは間違いありません。さすがレジェンド。年間表彰式、これはタイトルいろいろ取ってるんじゃないですか。まずは最多安打確定だろうね。そこはね、ベストナインから取ってますね。由伸、鈴木、丸。さっきは僕の選手がここに入ることはできなかったんだけどね。で、ゴールデングラブは野間、平田、大島なので、これは取れず。守備もいいんだけどね。で、個人タイトルで見ていくと、シーズン MVP は鈴木で、首位打者に高橋由伸来ましたね。ほんで、最多安打も高橋由伸ですね。ちょっと気になるのは、俺の見間違いじゃないよね。パリーグ本塁打王、山川が取っている。わかる。セリーグ広島の菊池、ワッツ。ちょっと待てー、なんやねんこれ。40本打ってる菊池がここにいる。この能力だよ。ミートイーパワー C だよ。確かに特殊能力盛りだくさん。それはわかる、知っている。40だよ。みんな想像してみよう。目を閉じよう。菊池を思い浮かべよう。その菊池がホームラン40本打っているとこ、全然出てこない。はい、意味がわかりません。これだからね。で、さっきと比べてみてよ。さっき僕の選手の時はさ、結構ホームラン打ってた選手多かったんですけども、ただ今回ね、菊池だけが40本打って、それ以外の選手で30到達してるのはバレンティンのみでね。で、本塁打全体的に見ても少ないですから、割かし打低なシーズンなんですよね、さっきと比べたらね。その中で40打つ菊池って何者？ OPS も高いし。とりあえず菊池のことに関しては忘れましょう。あの件に関しては鍋に閉じ込めて蓋閉じてですね、そしてグツグツ煮込んで、そのままほったらかしにしておきますわ。本編に戻りましょう。高橋由伸のね、各指標のランキングで見ていくと、打率安打ではトップで、タイトルも受賞してきましたからね。それ以外の指標で見ても、ほぼの指標で全部ですね、トップ10に入ってますから、かなりの攻撃力。そしてこれが1番バッターなのにもかかわらず、巨人が優勝できなかったのは菊池がいたから。また戻ってきちゃったよ。結局戻ってくるんだよね。まあ、菊池がいたからなんですけども、高橋は高橋でかなりヤバめな成績を残している、活躍をしているっていうのは、この各指標のリーグランキングを見たらわかる話だろう。これで互いの1年のシーズンは終了ということになりますので、今から成績見比べて勝者敗者決めていきましょう。成績はこちら。勝っている指標、負けている指標をですね、色別に分けてみましたのでね、パッと見てわかる通りですね、僕の選手が勝っているものっていうのがものすごく多いと思います。負けてる部分もね、当然あるっちゃあるんですけど、パッと見てわかる通り、やっぱね、成績的にはどっちが上かということを考えたら、
僕の選手の方ってなるんですよね。映ってるものだけ見たらね、確かにここだけ見たら、あ、俺の勝ちだってなるんですけど、ただ高橋由伸の場合はね、タイトルを受賞してますからね、そこが大きな差なんですよ。首位打者、最多安打、またベストナイン、僕の選手はベストナインすら取れませんでしたからね。なぜ取れなかったかというと、やっぱり僕の選手のペナントの時っていうのは、この由伸の時と比べて全体的に蛇行だったからね。それもあってか他にライバルが多くて僕の選手が取れなかったわけ。逆に由伸の時っていうのは全体的に、まあ蛇行には違いはないんですけども、リアルと比べたらね、ただ僕の選手と比べたらね、そこまででもなかったでしょ。やっぱその中でタイトルを取ってくるっていうのは、これ結出度で見ていくとかなりね、吉野の方が優れているっていうことがわかるでしょ。この対決サクサクセスシリーズっていうのは、やっぱそういう部分を見ていかないとダメだと思います。映ってる数字だけじゃなくてね、うん、なのでそういうことを考えるとですね、非常に非常に非常に僕の中で今揺らいでます。どっちが勝ちなの、負けなの、勝者なの、敗者なの、勝ち組なの、負け犬なのとね、いろんな声がピーマンの中にあるんですけども、まあ、でも一つの答えが今舞い降りて、なんかこっちに微笑んでくれてるような気がしますので、今から対決の結果発表とさせていただきたいと思います。実況54回目の今回、現巨人の監督であるレジェンド選手高橋由伸に挑んでみた、その結果は、僕の選手の勝ちという決着にさせていただきました。迷いに迷いに迷った結果、たどり着いたのがこの答えだ。今回の対決サクサクセスの勝因は、まあまず成績で勝っているということ、まずそこは大きいですけども、やっぱり先ほどから言ってる通り、タイトル取った取らないの違いっていうのはもちろんあるし、またですね、やっぱその結出度ですよね、そこの違いもありました。なので本当ね、一時期は高橋由伸の勝ちって言いかけたんですけども、ただ待ってくれ、僕の選手の時は巨人はリーグ1位で優勝、高橋由伸の時はリーグ2位ですよね。チームの差のこと忘れてないかい。チームの差では僕の選手の時の方がいい結果出しているんだからね。最終的な決め手はそこになりました。成績でも勝っている、しかしそれ以外の部分でね、タイトルとかそういうので見たら負けてるかもしれない、しかしやっぱ最終的に巨人をリーグ優勝に導いたのは僕の選手だということなんでね、それがなければ僕は高橋由伸の方が勝ちと言ってましたけど、今回はそれがあったので、このような決着にさせていただきました。いかんせん数字が似てる部分が多いのでですね、見る人によっちゃね、高橋の勝ちだろ、いやピーマンの勝ちだろとかなり意見は分かれると思いますので、もしもね、僕と違った意見を持っている方がいるのであれば、動画のコメント欄に熱いコメントを残していただけると嬉しいです。いやい、まあ、今回僕が決める勝敗はこのようになりましたのでね、実況54回目の対決サクサクセスはこれで終了ということになります。まあ、動画の冒頭の話に戻りますがね、電撃的な監督辞任を表明した高橋由伸監督ではありますが、まあ、現時点ではね、この動画撮影日では巨人はリーグ3位ですし、 CS に出られるチャンスがあるのでね、まだ終わりじゃないんですけども、やっぱこういう感じで、監督を辞めちゃうっていうのは残念ですし、まだ続けてもらいたかったですね。ほんでまた次の監督が、まあ現時点ではまだ正式的に決まったわけではないんですけど、あの原辰徳監督というね、また戻ってくるかもしれないわけですから、まあ、ピーマンとしてはね、そっちのね、原監督も非常に好きな監督でしたので、戻ってきてくれるのであれば、まあ、吉野部が去る寂しさ、悲しさもあるけども、また原監督が戻ってくれるという喜びもありますので、ちょっと今後のね、巨人の動向に注目したいと思います。よい。次回、実況55回目はまた別の選手に挑み、勝つ予定ですからね、お楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぐぐぐぐ、バイ、また、ウォー。